男子19歳から39歳。
選手8位でフィニッシュです。地元関西、松本文香選手9位でフィニッシュです。 Congratulations。 リード者池野選手10位でフィニッシュです。 Out of 10最後スプリント、白井選手、佐藤選手、Great job。 さあ続々と海外から参戦している選手もフィニッシュエリアに。 Great job。 Mr. Hall from Hong Kong、 Wonderful job。 香港から参戦のホール選手もフィニッシュです。ニーナ、はい、エリート女子優勝、岸本ニーナ選手にインタビューしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。皆さん拍手よろしくお願いします。岸本選手、実はちょっと体調不良があって、2回の手術を開けて、まだ、練習がそんなに詰めてない状況で、大阪城大会もエントリー締め切りギリギリまでエントリーするかどうか迷ったって、昨日言ってたんですけれども、その中での、今日の優勝、感想を聞かせてください。実は去年の7月にも1回手術したんですけど、復帰戦だったアジア戦で、万全な状態で挑んだんですけど、レースで、症状が再発してしまって、そこから結構苦しい、道のりだったんですけど、もうどうしてもパリのが諦められなくて、ちょっと大きい手術だったんですけど、1月末に、行って、そこまで、リハビリと治療に専念して、今日はもう本当に完走することが目標だったんですけど、まさかこのような形で復帰できるとは思ってなかったので、とても嬉しいです。おめでとうございます。ちょっとレース展開をお伺いしたいんですけれども、集団形成していて、周りの選手、それから自分のコンディションを見て、ランニングどうつなげていったかっていうところを教えていただきたいなと思います。そうですね、顔なじみの選手が集まっていたので、佐藤選手と酒井選手が中心となってバイクを引っ張ってくれていたので、私はそこにもう便乗して、なんとか、後続を離せるようにと思って、4人5人で回しながら、走っていきました。後半若干みんな牽制が入ったのか、ちょっと6周目は集団内もお互い仲間と言いつつも、後半は勝負なので、ちょっとばらける場面もあったんですけど、その中でもみんないい形でランニングにつなげられたんじゃないかなって思います。はい、そこからランニングスタートして、佐藤選手が最初少し飛び出たんですけれども、酒井選手と今日はもうとにかく落ち着いてっていうことをテーマで、私の性格上、勝負心こう火がついたらかかってしまうので、トレーナーの方にもかかりそうになったら抑えろよっていう風に話はあったので、とにかく6割7割から走り始めて、後半どこまで粘れるか、それをどこまで粘れるかっていう走りをしたかったので、先頭に立つっていうよりかは自分のリズムを崩さないようにっていう風に、5キロ淡々と走ったかもしれません。その中で優勝素晴らしいなと思います。では、最後に沿道でたくさんの方たちが応援してくださいました。あとは、僕もよく知っているお父さんも大阪まで来てくれて応援してくれてました。最後に一言皆さんに、声をよろしくお願いします。大阪城大会4年ぶりの開催ということで、私自身も大学生の頃からもう長く大阪城の大会1回目、アジアカップ1回目から出場させていただいていて、本当にもうロケーションもそうですし、公園内ということもあって、たくさんの方に応援していただける、もう本当に選手にとっても本当にありがたい
場所でレースさせていただいて、本当にここに至るまで、開催に至るまで、支えてサポートしてくださったスタッフの皆さん、応援していただいた、皆さん本当にありがとうございました。またこの大会が今後も続いていければいいなと思っているので、よろしくお願いします。はい、皆さん、復活のレースで優勝して、また来年のパリ五輪に向けて岸本選手頑張っていくと思いますので、また引き続き声援よろしくお願いします。ありがとうございました。 One more time, give big round of applause to Nina Kishimoto。